はい、えー、スズメの戸締まり新海誠監督の、えー、ネタバレをしたいと思います。えー、神戸の、えー、神戸編ですねの時ですね、えー、ソうたさんが、えー、まあ大事な仕事は人から見えない方がいいんだってね、えー、いうセリフがありまして、えー、このセリフ結構フィーチャーされてるんですよね。 あともう一つ「すずめの大事」っていうものがありまして、えー、前半、えー、宮崎編ですかねで、えー、ミルキーの富士家のミルキーの館に貼ってあった「すずめの大事」そして、えー、宮城県の実家の、えー、庭ですかねに埋めてあった、えー、あれはなんか えー、新海誠監督の作品に出てくる、えー、星かなんかの名前らしいんですが、えー、と歌詞のカンカンに入日記が入ってたあのカンカンですねに貼ってあった「えー、スズメの大事」なんですよね。えっ、ー、とスズメの大事なものとそれからウタさんの大事な仕事というのが、えー、出てきましてで「スズメの大事なもの」っていうのは、えー 未来とか、それから、えー、スズメの周りにいる人たちのね、えー、話ですね。で、えぇ、ー、そたさんが言う、えー、大事な仕事というのは、えー、まあ都知事ってことですよね。で、都知事の仕事は人から見えない、見えない方がいいとね。まあ見えたら大変なことになるっていうことなんでしょうね。ただ、えー、まあ スズメもソうタさんも、えー、どちらも、えー、新海誠監督の分身だと考えると、えー、スズメの大事なもの、つまり、えー、新海誠監督の大事なもの、あの、椅子は何なのかっていうね、話になると思うんですが、まあ、それは、えー、まあ、さらっと、えー、言うと、えー、今まで、えー、培ってきたアニメの、えー、歴史、 アニメの、えー、アカシックレコード、えー、みたいなものですね。それを、えー、自分が受け継いでいるということが、まあ、大事なものということだと思うんですが、えー、もう一つの方のソうタさんの大事な仕事って何なのか。それはまあ普通に考えれば、えー、映画、このスズメの戸締まりそのものだと思われます。ただしそこにちょっと一つエクスキューズがついてまして、 大事な仕事は見えない方がいいんだって書いてあるんですね、えー。見えない方がいいって言っちゃってるんですよね。これ映画ですよね。映画なのに見えないものがいいってどういうことっていう、まあ、謎解きみたいになって、謎かけみたいに、ね、なってるんですが、えーまあ、そこら辺の、ね、お話をしたいと思います。えー、この一番大事なものが見え実は見えないんだよっていうね、 えーことをこうソータさんに言わわせてるわけですねそして、えー、多くの、えー、人というか私も含めてですがもう完全に、えー、見落としていましたと思います。というかその話題には、えー、あえてみんな触れていない、えー、若干触れている人もいまして、えー、それは、えー、あれが出てこないじゃないかっていうね話なんですよね。 であれっては何なのかっていうとこれは、えー、311で未だに、えー、避難民が、えー、避難されてる方が2万人とも3万人以上とも言われている福島第一原発の事故のことだと思うんですね。この「えー、スズメの戸締まり」の中で、えー、福島第一原発は、えー、なかったことにされてないんですよね。 それは、えー、冒頭の宮崎そして四国のシーンで、えー、ちゃんと、えー、ソーラーパネルがね、えー、置いてあるんですよね、えー。もちろんソーラーパネルって昔からあるとは思いますがやはり普及したのは、えー、福島第一原発事故以来、えー、原発が止まって、えー、電力が逼迫したから自然、えー これは何ですね、持続可能エネルギーってやつですかね、に、えー、スイッチしたから助成金もついてということで、えー、まあ田舎の景色に突如としてね、えー、ソラパネルが並ぶようになって、まあ熱海の方ではそれが原因で、えー、地滑りがね、起きたり、台風で飛ばされたりしてるわけですね。なので、このスズメの戸締まりのこの綺麗な景色の中に、 わざわざ、えー、ソーラーパネルを何回も登場させるというのは、まあやはりね、意味があるわけですね。それは何かっていうと、えー、福島第一原発は、えー、爆発していますよということなんですよね。ただし、この、えー、スズメの戸締まりは、えー、あえてですね、えー、地震を封じ込めるということに徹してるわけですね。 なので、えー、福島第一原発に、えー、触れられることは、えー、セリフ上では全くないし普通に見れば原発爆発してないのかなっていうふうに見えるんですが、えー、先ほど申し上げた通り、えー、ソーラーパネルがあったりそれから、えー、宮崎、えー、宮県に行くまでの道程で、えー、ちゃんと、えー 帰宅困難地域の看板があったりとか、それから、えー、除染土ですね、のフレコンパックが置いてあったり、休憩するところで丘に登ったら、円、え、形、ー、にですね、えー、福島第一原発らしきものが見えると、そして、えー、放射能の代わりに、芹、え、沢、ー、君が、えー、あっちこっちでタバコを吸うと。 いうことですよね。福島第一原発を見ながらタバコを吸い、えー、自分の車の中で、えー、タバコを吸うと。えー、そして、えー、玉木さんはあ、別にいいよと。あんたの車だからねっていうね、まあ。だからこれが、まあ、福島第一原発というか、原発に対する我々の、ねえー、考え方なんですね。自分の場所になきゃいいと。自分に被害が、えー、与えられなければ、あるいは、えー、その、 自分の隣にね、えー、原発がなければいい。というね、そういう考え方の象徴として、まあ、このタバコを使ってるんだなと。そこまでは、えー、初見でね、えー、分わかったんですが、実はこの宮城県に車で行くっていう、しかもオープンカーで行くっていう、この無理くりな設定ですよね。まあ、オープンカー持ってる方はわかると思うんですが、 高速とか長時間移動でオープンのまんま行くっていうのはむちゃくちゃしんどいんですね。えー、まあ基本はしないです。えー、フォローを、えー、閉めてですね、高速走るんですが、えー、その、えー、まあこれ巧妙に設定がされていて、じゃあなんでオープンで走ってるのかっていうと、フォローが壊れてるからっていうね、 そういうことなんですよね。ただまあ普通だったら玉木さんが日に焼けるから閉、えー、めてよって言うんですがそれはあえてそういうセリフはないということなんですよね。ここが本当に、えー、うまい設定だなと。まあこれは多分河村元気さんの、えー、なすべきなしたところなんじゃないのかなと思うんですがじゃあなぜ、えー、このアルファロメオの えー、オープンしかもこれは、えー、実在すする車でではないいらしいんですよねそれまで新海誠監督というのは、えー、実在するそのパンとか、えー、サンドイッチとかスジャータのアイスクリームとか、えー、あれですね、えー <laughs> 新幹線とか、それから電車とか、えー、携帯とか、えー、食べ物、飲み物とか、すべて、まあ、実在するか、実在して、えー、問題ないもの、フェリーとかですね、を、えー、綺麗に、えー、私たちが見るよりも、えー、綺麗に、えー、新海誠監督が見えている世界を描いていて、それがまあ評価されて いてこの物語に、えー、信憑性を与えていてこのミミズと閉じし扉を閉めるっていう後ろ戸の,の,、えー、のこの孤島向けな設定を、えー、支えているわけですよね。そしてもう一つのアイテムとして今度、えー、この架空のオープンカーというのを持ってきたわけなんですね。でこのオープンカーの設定が結構雑で。 実はこれはファンタジーなんだなっていうのが、ね、よくわかる描写が、えー、2つありまして、まあ、気づいたところだけなんですがまずフォローがね、えー、閉まらないと雨が降ってきてでこうフォローが閉まらないで途中でこう 屋根が止まっちゃうんですが、そうすると、えっ、ー、と、前の席の玉木さんと芹沢く君が濡れて、で、後ろの席のスズメちゃんは濡れないっていう設定なんですが、これは、まあ、多分逆なんですよね。オープンカー乗られてって雨降られた方なら分かると思うんですが、えー、前の席はね、意外と濡れないんですよね。あのー、40キロとか、それぐらいで走ってると。えー、なんですが、 えー、後ろの席は風が巻き込んで、えー、濡れちゃうんですよね <laughs>。まあ後ろの席があるオープンカーって、えーまあ、乗ったことがないんであれなんですが、えー、風が巻き込んで後ろの方からね雨が降ってくるんですよね。なので、えーまあ、す濡れるのがね逆じゃないかなってね思ったりあとまあ、えー、ハンドルがですね、えー、ステアリングっていうんですかね が、えー、多分ナルディっていう社外品に変えられてるんですが、えー、それをやっちゃうと、保険がね、えー、任意保険が効かなくなったりするんですよね。あの、社外品のエアバッグが付いてない、えー、ステアリングに変えたりするとね。なんですが、なぜか田んぼに落ちたときに、えー、セリザー君側の、えー、運転席側の、えー、エアバッグが作動してるということなんですね。えー よく見ると、えー、なんかフォーンのところから出てるっぽいんですよね。ただこれはまあ絶対ありえないかな。どういう改造なんだっていうことですね。まあ、これは、まあ、多分想像なんですが、まあ、新海誠監督の、えー、ビデオコンテには多分エアバッグが、えー、膨らむ、えー、コンテになっていて、まあ、それがないと聖澤君怪我しちゃって、鼻血出しちゃって、 折っっちゃったりすするんんでで絶対必要なんですよね、えー、シートベルトしてたとしてもまああとコンプラの問題もあるかもしれないですなんですがエアバッグが作動するなら、えー、とステアリングはまあ純正品にしとかなきゃいけないわけなんですよねここで多分その作画の人が、えー、資料をいろいろ調べてでハンドル格好悪いからナルディの え、トリノのね、えー、会社の、えー、ナルディのハンドルにしたんだと思うんですよね。えー、イニシャル D とかもね、えー、ナルディだったような気がします。で、私もナルディ大好きで、あのー、ウッドタイプの枠がね、ウッドタイプのやつに全部、えー、乾燥してたんで、気持ちはすごいわかるんですが、えー、あれにすると、 えー、エアバッグが付いてる車はエアバッグキャンセルして使えなくなっちゃうんですよね。なので多分設定矛盾が、えー、どっかで起きてしまったんじゃないのかなと。で、えー、まあエアバッグ出さなきゃいけないから、えー、無理やり、えー、エアバッグを、えーまあ、フォーンの間からフォーンの蓋が外れて出したというような、えー、設定、えー、絵がですね、 映画では、えー、使われていましたけれども、あれはまあ苦肉の策だったんじゃないのかなと、えー。エアバッグを作るところのその作画と、それから、えー、エアバッグが作動するところの部位。 ログのコンテには多分ナルディタイプの、えー、ハンドルっていう指定は多分ないんじゃないのかなと、まあ、新海もこと監督の Vlog のコンテを見るとそこまで細かい設定は、えー、ないみたいなんですよねなので作画の人が勝手に、えー、ナルディタイプをつけちゃって、えー、そして、えー、エアバッグを作動するところの作画の人とそれから、えー エアバッグがしおれていくところの作画がまあええー、作業を進めていく間であ閉まったっていうね、えー、ことになったんじゃないのかなと思います。じゃあなんでこんなファンタジーなね、えー、オープンカ、えーを登場させたのかというとこれは、えー、冒頭の壮太、えー、さんの言葉である 大事な仕事は見ない方がいいんだっていうことなんですよね。それはやはり福島第一原発と放射能なんですよね。福島第一原発と放射能を表現するためにこの架空のオープンカーを使ったということだと思います。それでですね、このオープンカーのじゃあ元ネタは何なのかっていうと、 これは、えー、宮崎駿監督が、えー、1995年に作った、発表した、えー、ジブリ実験劇場という、えー、短編がありまして、これが、えー、6分48秒ってことなんですね、えー。これはミュージックビデオで、チャギアスカのオン・イーマークという、えー、ミュージックビデオを作成したと。で、えー、これはコン,サートコンサートで流すように作ったらしいんですよね。 で、えー、コンサートで流すように作ったということで、すごいコンサートを意識してる映像になってます。そして、このオンマークは、確か、えー、耳を澄ませばというね、えー、映画の閉映だったと思います。これは確か、私、見たことが、映画館で見たことがあるような気がするんですよね。そして、まあ、えー、宮崎駿 DVD、ブルーレイボックスみたいな、 のが発売される時に残念ながら飛鳥さんが問題を起こしまして、えー、その,のボックスに入らなかったということで今でも見るのが結構大変なんですよね。えー、まあちょっと検索していただければ、えー、まあ海外のサイトで、えー、違法ではありますが見れたりするようです。なのですが、えー、これはもうだからそもそも存在自体がね幻の作品。 になってまして、ただちゃんとジブリの、えー、公式のホームページには、えー、静止画として、えー、ちゃんと残っていますし、えー、今これを使わさせていただいています。 えー、ということなんで、ジブルとしては別に黒歴史として葬っているわけではなく、ちゃんとした、えー、作品として、えー、カウントされているわけなんですね。ただ見にくいだけですね。まあ、これからどうなるか、もしかしたら、えー、公開してくれるかもしれないですよね。まあ、ちょっと音楽とかの権利関係がいろいろあるんで、めちゃくちゃ大変だとは思うんですが、 えーまあ、この中に出てくる、えー、車がありましてそれが、えー、黄色い、えー、アルファロメオジュリエッタオープンカーなんですねでこれを、えーまあ、今回の、えー「スズメの戸締まり」では、えー、元ネタにしていると思いますそれは本当に、えー、全然思い出せなくて、えー つい最近宮崎駿がこの「スズメの戸締まり」が一段落して来年の7月4日に「君たちはどう生きるか」という新作を公開するっていうねそれを発表した時にちょっと話題になったんですよねこのオンイヤーマークがもしかしたらオンイヤーマークをー拡大して作るんじゃないのかっていうふうにもう言われているんですよね。 それはやはりこのオンイヤーマークという、えー、このジブリ実験劇場がかなり、えー、過激な、えー、内容になってるからなんですよね。まあ、えー、舞台は、えーまあ、どこかの近未来みたいな日本の近未来みたいな感じなんですが、えー、警察がですね、えー、ジャッジ ドレジャッジドレッドみたいな感じになってて、警察がその場で、えーえー、人をこう、死刑宣告して殺してもいいみたいな、そういう世界っぽいんですよね。それで、まあえー、週末で、えー、その、イルミナティみたいなね、えー、覆面の、えー、宗教組織のビルに、えー、突撃していくわけですね。で、まあ、えー、まあ イルミナティというかフリーメイソンというか、えー、KKK なのかまあそんな感じなんですよねで、えー、まあそのビルの一番上には目が書かれていて Gut is watching you って書いて神は見ているっていうふうに書いてあってその下に、えー、ノマズチャイルド飲まの子供たちみたいな感じな、ね、まあ箱舟を計画してるんじゃないのかなというような感じの、えー、宗教組織に えー、まあ、ポリスって書いてある、えー、ヘリがですね、次々と追突していって、その中の、えー、信者にですね、えー、毒ガス、あるいはもうサイレーダ弾を投げて、そして、えー、虐殺していくというシーンから始まります。さすがにこの静止画にはね、その虐殺シーンはね、 ないんですすが結構ひどいんですよねでその覆面取ると実は若い女性みたいな感じで、まあ、さらにね、えー、悲惨さをこう感じさせる映像になってるんですが、まあ、その施設の中に、えー、少女が捉えられていてどうやらその少女はミュータントっていうことらしいんですよね。でこのミュータントは何でミュータントになったかっていうと放射能のせいということなんですよね。 えー、つまり、えー、冒頭でこうトラックが、えー、走っていくんですが、その後ろに、えー、不気味な建物があって、それは、えー、石棺なんですよね。つまり、えー、チェルノブイリ第一原,チェルノブイリ原発が爆発した後のイメージなんですね。 それが日本で起きたというふうに、えー、仮定した映像なんですね。これが1995年ですから、えー、2011まででは相当前の話なんですよね、まあ、だからこれは宮崎駿による福島第一原発の予言ということにもなるんですが、まあ、そこまでは考えてなかって、まあ、いずれ日本もこうなるということで仮定でで書いたんですよねそれがまあ的中してしまったと。20年後に えまあ的中してしてまったということなんですよねで、えー、放射能のせいでですねミュータントになった少女、えー、をですね、えー、警察が隔離していくわけですね。まあ、なぜなら、えー、その少女自体が、えー、放,射放射能汚染を引き起こす、まあ、ゴジラみたいな存在ということで、えー、隔離されていくわけですね。 そしてこの突入の際にですね少女に接触した隊員2人が、まあ、これは多分チャゲーアスカだと思うんですがこの少女を、えー、警察の施設研究施設から助けに行くっていう、えー、そういうストーリーまあストーリーって言ってもまあ6分ぐらいしかないのでそういうイメージみたいな感じなんですよねでその時に使用されるのが、えー、この黄色い アルファロメオオープンカジュリエッタなんで,す、ね、でまあこの、えー、車を、えー、この宮城に、えー、東北ですね、えー、北関東から宮城に行く時にわざわざ車で移動するっていうのはこの車のイメージを使いたかったからということだとね、えー、思われます、まあ、なぜならですね、えー 福島第一原発と放射能の話はこれは書けない、えー、NG ということなんじゃないかなと思いますねこの「すずめの戸締まる」のオフィシャルの PR の、えー、それからプレスリリースとかテレビとかラジオとかいわゆるまあマスメディアそれからえ雑誌と言われてるところで多分誰一人福島第一原発のことは触れてないと 思いますあと放射能ですね。のことは、それからまあ帰宅困難の避難地域の人のことを、えー、話している人は、あるいはインタビューしたり、それから、えー、新海誠監督が話しているというところは、周到に削られている,いるというか、えー、タブーになっているんじゃないのかなと思います。それは映画の中でもそうなんですよね。で えここでソー太さんのあのセリフなんですが大事事ななな仕事は見えいいい方がいいっていう、ねえー、ことなんですよねつまり、えー、福島第一原発をあえて書かない書いてないことによって実は大事なことは福島第一原発、えー、なんですよ原発事故なんですよっていうことをね、えー、示唆してるんじゃないのかなと。 思いますなのでずっと「ミミズミミズ」とかね「地震地震」っていう風に言ってたんですが実は、えー、もちろんあの原発の話ないじゃないか福島第一原発映ってないじゃないかっていう声は、えー、口コミレベル SNS レベルではありましたけど遠泳にちょっと映ってたりするんですよね「あほらここに映ってますよ」って言う。えー 指摘されるんですがすごいこう、えー、申し訳程度にぼんやりとね映ってる程度なんですよね。だから気を使ったのかなっていうぐらいにしか、えー、ないんですがちゃんとよく見れば、えー、原発を匂わせる、えー、原発による避難を匂わせる描写っていうのは、えー ただ肝心の、えー、福島第一原発と放射能についてはセリフもないし描かれていないんですよね。なので、えー、この大事なことって何なのかそして映画なのに見えないってどういうことなのかっていうとこれは、えー、福島第一原発や放射能のことは今でも書けないけど それが大事なんですよっていうことをね、えー、ソーたさんに言わせてるんじゃないのかなということなんですよね。この、えー、オンヤマークの最後っていうのは、えー、保射の汚染地域にですね、このミュータントの少女を返しに行ってあげる、えー、で、空に話してあげるというね、えー、そういう感動的な、えー、エンディングなんですが、 実はこのトンネルをくぐった先、えー、多分、えー「スズメの戸締まり」でもトンネルあったと思うんですがトンネルの中でですね「この先に行ったらエクストリームやばいぞと」とそして「生命の保証はなし」っていうふうに、ねえー、書いたんですね。でそこを躊躇なくアクセルを踏んで、えー、トンネルを出て行ってそして少女を離してあげて で、彼らはどうなったのかというと、もちろん具体的な描写はないんですが、彼らは、えー、そのまんま強い放射線を浴びて、放射能かなを浴びて、えーまあ多分鼻血を出しながらですね、えー、路肩に、えー、車を止めるというか、路肩に落ちるという感じで、引きの絵でね、上からの引きの絵で終わってます。 えー、ジブリ提携の作品静止画では、そのちょっと前でまでのね、えー、大落ちの一つ前のところの、えー、俯瞰の、えー、写真がね、他の映画でね、えー、載ってまして、えー、ここまで大落ちはないんですよね。でもこの絵画、えー、ここに一枚載ってるということは、まあ、その先を想像してくださいっていうね、 ことだとだ思います、えー、彼らは、えー、放射能汚染地域に踏み込んでしまって、えー、ミュータントの女の子を離、えー、してあげたんですがじ彼ら自身は、まあ、階段の人になったということなんですよね。でまあ芹沢くんが、えー、運転する、えー、赤い、ね、アルファロメオのオープンカーも、えー、田んぼの、えー ハンドル切り損ねて、えー、田んぼに落ちて、えー、道から外れるというね、描写がありますが、まあ、全くね、同じなんですよね。そして、ま、セリザーくんがいやつうかしつこいほどね、音楽をかけるのは、これはオンヤマークなんですよっていうね <laughs>、ことなんですよね。これはミュージックビデオですよと、オンヤマークですよっていうことをね、えー、 示唆しててるっていうねねことなんですよ、ね、いや本当にね、うまいなとね、思いますね。多分、この、えー、演出を考えたのは、新海誠監督ではなくて、河村元気さんなんじゃないのかなと、プロデューサーのね、と思います。まあ、もし新海誠監督だったらごめんなさいっていうことなんですが、まあ、本当よくね、えー、考えてるな。ただ、伝わってるかどうかは、 えー、観客にね、えー、伝わってるかどうか、えー、かなり疑問かなと思いますけど、まあ、あの、このアルファロメオの、えー、ナンバーがですね、えー、足立326瀬の、えー、630ですかね、だったんですが、まあ、足立326って足立みつるですよね。こ足立みつるっぽいモブキャラが出てきましたよね、その、えー、神戸の、あ違いますね。 えー、四国のチカちゃんの旅館で朝ごはんを食べてるときに、えー、子供が、えー、テレビを見て、えー、大臣が、えー、瀬戸大橋を渡ってるところを指さしてるシーンですね。そこにちょっと足立みっぽいキャラがね、出てきたと思います。そして、えー、こっちの630の方なんですが、 これは、えー、下から読むと逆から読むと「036、えー」で「オサムになってこれは手塚治虫っていうことなんですよね多分ね。なんで、まあ、手塚治虫といえば鉄腕アトムでアトムなんですよね原子原子のこう原子力を、えー、持ったロボットアトムそのものですよね。 そういう、えー、手塚治虫のアトムを連想させるナンバーをつけているということでもういろんなね、えー、舞台装置が匂わせがもうむちゃくちゃあるわけなんですが肝心の福島第一原発は描けなかったっていうねことなんですよね。これが、えー、大事な仕事は目に見えない方がいいということであって。 えー、この手法は何なのかっていうと、えー、これは「えー、君の名は」が公開された時にちょっと前に公開された多分同年だと思いますが「シン・ゴジラ」で使われた手法で「シン・ゴジラも」も、えー、311のね、えー「アフター311」の映画であり「君の名は」とセットになったと思うんですが そのシンゴジラがシンンゴゴジジララがネタバレをしますで最後にですね、えー、東京駅で凍結されるんですが、えー、この「シン・ゴジラ」の中で唯一出てこないものがあるそれは何なのかっていうとそれは天皇なんですよねで。ゴジラっていうのは天皇とゆかりが、えー、深くて、えー、天皇に会いにね、えー、やってくる日本兵の亡霊 幽霊みたいなのがゴジラというね、えー、位置づけ、えー、その初代ゴジラですよね、えー、になっていて、えー、なぜかゴジラは、えー、皇居まで行って皇居を一回りして帰っていくっていうね <laughs> まあもちろん皇居をぶっ潰すわけにいかないから、えー、そういう苦肉の策になってると思うんですがもう皇居にご挨者としてまた海に戻っていくっていう、まあ、そういうね えー、スタイルなんですよねそのスタイルをこのシン・ゴジラも踏襲していてなんと最後、えー、東京駅大手門ですかね、えー、その皇族の人がね天皇が馬車に乗って、えー、皇居から一直線に東京駅に向かうところにシン・えー、新ゴジラが鎮座してわざわざ、えー、皇居の方を向いて えー、凍結されるということなんですよね。そして、ゴジラの目は、えー、皇居を見ているわけですが、この新ゴジラの中では、皇居は一回も映らないんですよね。その皇居周りの設定がこう、えー、いっぱいあるわけですよね。えーその 最後の司令塔になったのは、えー、北の丸公園の、えー、科学技術会館ですかね。それの屋上なんですよね。まあこれは、えー、太陽を盗んだ男の、えー、決戦地、最終決戦地ですよね。武道館に、えーえー、ビートルズでしたっけ。ドーリングストーンズをね、えー、呼べっていう脅迫をして、 で、えー、ローリングストーンズはコーンってね、えー、高倉健さんとジュリーの、えー、決闘があったところなんですが、まあ、そこで、えー、あのー、シン・ゴジラの主役の人がね指揮、えー、を取ると被爆覚悟で指揮を取るというところなんですよね。なんですが、えー、肝心の、まあ、皇居そして天皇は 描かれていないんですよね。そしてないものにされているということなんですよね。まあ、これは、えー、あえて、えー、天皇や、えー、皇居を出さないことによって、日本には、えー、アンタッチャブルなタブーがあるということを、まあ、坂手にとって表現している手法なんですよね。で、まあ、すの戸締まりも、この坂、えー、手に 取った、えー、大事なものを見せないというね、えー、手法で、えー、タブーである、えー、福島第一原発を、えー、題材にしているということだと思いますまあ、これが、えー、どれだけ観客に伝わってるかあるいは全く伝わってないとは思いますが、えー、ちゃんと、えー、この描写にねこの映画に入れてるのは えー、本当すごいことだなと、えー、この演出を考えた、たぶん、河村元気さんはやっぱりさすが映画モンスターだなと思います。えー、ということでですね、えー、このオンヤマークの方のに話をね、戻すと、最初に、えー、宗教施設に、えー 突撃するときに宗教施設の一番上に目が書いてありまして、まあこれは、えー、プロビデンスの目だと思うんですよね。その真実を見通す目っていうね、えー、ことだと思うんですが、まあフリーメイソンの象徴と言われていたり、イルミナティの、えー、文章ってね、えー、言われていたりするわけなんですよね。で、えー、最近見たね、 えー、アバターっていう映画でもね、えー、この敬意を表すためにですね、えー、何回も何回も、あなたが見える、あなたが見えるってね、言うわけなんですよね。これは、まあ、その g ッ t is watching you ね、神はお見通しっていうね、えー、ことの、えー、まあ、アバター性のね、敬、え、意、ーえー、の表し、 表し方だと思うんですがこのイルミナティの、えー、なんつうんですかね記号みたいなものに、えー、PMCV っていうね、えー、頭文字があってこれは、えー、何なのかっていうと、まあ、まあラテン語とかまあ難しい言語の頭文字だと思うんですが、えー、これは、えー 私を通して見えないものを見るという意味らしいんですよね。えー、まあ、やりすぎ都市伝説で関さんが言ってました。で、えー、これは、えー、つまり、この、スズメの戸締針り、映画を通して、えー、見えないものを見てほしいっていうね、そういうメッセージなんじゃないのかなとね、思います。